はい、よろしくお願いします。今回はですね、保護者の方、そして学生の方から今多く質問いただいている内容ですね。これ塾に行かせた方がいいのか、もしくは学生だったら塾に行った方がいいんですかっていう質問をたくさん今メールでいただいております。で、何人かには返したんですが、ちょっと全員に返せないっていうところと、まあ、同じような悩み持ってる方いらっしゃるかもしれないので、せっかくだと思って、動画に残していこうかと思います。ちょっとしょっぱなグダグダですけどね。まあ、元塾講師が思うことをつらつらと話していきますので、ぜひまあ参考程度に聞いてみてください。では、まず、塾に行くことのメリット、いいところね、とデメリット、悪いところをちょっとまとめてみましょう、簡単に。で、みんなもちょっと考えてほしいんですけど、塾に行っていいことって何って言われた時に、おそらく一番出てくる答えはここです。きっとね、成績が上がる。まあ保護者の方もこれです。まあこれを望んで言えてるわけなんで。ただし、ここちょっとポイントで、成績が上がるではなくて上がるかもにしてください。間違っちゃいけないのは、塾に入れたら絶対成績が上がるっていうわけじゃないです。まあ多分ね、保護者の方とか、自分が塾行ってる場合実感されたこと、実感されてる方もいると思いますけど、学生のみんな、塾行ったことない方、絶対上がるわけじゃないからね。塾に行った場合、ここまず大事。でもまあこれがメリットですよね、最大の。で、あとは、例えば塾に行った場合、今ほとんどの塾が自習する部屋を完備してるので、そのね、自習室が使える。これも有料と無料。まあ、ほぼ無料なんですけど、なんか都会とかに行くと結構有料のとこもあるらしくって、まあ、自分田舎なんでね、無料のとこしか知らないんですけど、自習室が使える。で、これは、例えば、今そのね、塾に行かせようかと思ってる子が一番上だったりした場合、下の子がいると、ちょっと歳が離れたりするとね、その子がいると、そのうるさくて家で勉強できないとか、あとは部屋だと、例えば携帯いじっちゃったりとかね、あとは漫画読んじゃったりとか、パソコン使っちゃったりとかするんで、その勉強する環境が整ってない。ごめんね、カミカミですけど。だから、自習室っていう勉強できる環境が使えるようになるみたいな。まあ、こういうのもありますよね。まあ、もっといっぱいあるんですけど。まあ、ざっくり言うとこんな感じ。で、デメリットなんですけど、まあ、これに関しては、保護者の方が、まあ、一番、気にするのは費用ですよね。やっぱお金。特に、個別指導。1対1、1対2っていう個別指導塾になればなるほど、対象がね、集団の方が安いです。月謝っていうのは当然。で、個別になればなるほど費用は高くなっていく。で、これは、普段、例えば、塾ね、行かせたことない保護者の方、チラシ見ていただくとわかると思うんですけど、新聞とかよくチラシ入ってますよね。で、月謝がいくらです、みたいな。で、あれは必ず、内容、まあ、体験授業とかをして、内容を聞いて、1年間、どれぐらいかかるんですかっていうのをきっちり聞いてください。これ、費用なんて書いてみましょうか。1年で、かかる、のを聞いてください。聞くでいいね。これ、どういうことかっていうと、例えば、月謝だけ見たときに、チラシで見比べたときに、あ、こっちの塾、例えばじゃあ、A 塾と B 塾ありますよね。で、両方ともじゃあ個別指導に入れようと思ってますって、両方個別なんです。1対2みたいな。内容あまり変わりません。ただし、月謝がこっちは1ヶ月、週1回で、じゃあ9000円、一月ね、とします。で、こっちを見たら1万2000円、一月。まあ、これだけ見たらこっちですよね。まあもちろん、体験授業するっていうことが絶対なんですけど、まあ月謝だけ見たときに。でも実はそこに教材費とか、管理費とか年会費とかいろいろあるんですよ。他に。で、それを実は込み込みで足していくと、これが12,500円になるみたいな。月で計算すると。っていうことも大いにあります。塾は。で、こっちは、失礼な言い方すると、馬鹿正直にチラシを打っちゃったんで、これが込み込みでこうなってるかもしれないです。だから、ちゃんと聞かなきゃいけないです。講習会、夏季講習、冬季講習、講習会とかあります。それも、強制参加なのか、自由参加なのかあります。でも、大体、自由参加ですってなります。お金がきつかったら断っても大丈夫ですって話がなるんです。けれど、周りが講習会を受けていく中、自分の子だけ講習会に参加させないっていうのは気が引けます。そして、その本人も周りが参加しているのに自分が参加しないことに負い目に感じる子は多くいます、これ。
塾にやってた時にすごい感じる、ここは。なので結局講習側でも入ってもやめとこうって思ってたんだけど、やっぱりいろんなことを考えて、いざその時になると参加させるってことも大いにあるので、この講習会の費用も込みでちゃんと聞いてください。で、そこを濁すような塾はやめた方がいいです。お金の方をお金のことをはっきり言えない塾は絶対おすすめしないです、個人的に。まあ費用に関してはちょっとね語っちゃいましたけど、ただ自分の体感ですからね。もちろんそうじゃない塾もあると思います。全部が全部ってわけじゃないんですけど、まあなんだろう、判定基準というか、こう見るときにまあね、基準にしてもらえたらと思います。で、デメリット、あとはまあ学生のみんなからすると、まあ自分の時間が減るっていうところは実際あります。あと保護者の方だったら送迎ですね。送迎、来ちゃうとごめんなさいね。送迎の時間も取るし、あとはまあ女の子とかだったらね、夜遅い時間、まあ、部活後とかに行くので、やっぱり7時8時が普通になります、中学生でも。そうすると自転車ではなかなかやっぱり心配で行かせられないっていう方も多いと思いますので、送迎をするその手間がかかります。さっき言ったように下の子がいた場合、下の子をどうするのか、下の子を連れていくのかとか、いろいろ問題が出てくるので、まあ、そういったところも加味しなきゃいけないっていうのはデメリットにはなります。はい、ということでデメリットに関しても、まあこれだけしか書いてないですけど、他にもあります、実際はあるんですけど、まあ費用のところは一番伝えたかったところでもあるので、まあそこは頭の片隅に置いてもらって、じゃあ塾にじゃあいつ行くのかっていう。で、これはですね、自分が塾講師やってた時に先輩が言ってたことで、自分でああなるほどって思って、今でも自分でも思ってることなんですけど、その先輩がよく言ってたのが、塾は医者じゃないっていうのをよく言ってたんです。最初意味わかんなくて、自分もで何言ってんだろうみたいなね感じがするんですけど、どういうことかっていうと、医者っていうのは、まあもちろん絶対じゃないんですけど、お医者さんっていうのは風邪をひいたら行きますよね。わかります？風邪を予防するために行く時もありますよ。例えば人間ドックとかさ、こう健康診断みたいな、悪くなる前に悪いところを見つけるために行くみたいなこともあるんですけど、基本的には風邪をひいてから行きますよね。こう体調を崩してから行くところで治してくれるんだよね。体調、薬とか、あと診断してもらっていい状態、まあ、丸の状態にしてくれると。でもそうじゃなくって、塾っていうのは、例えば分からなくなったら、成績が下がったら、勉強ができなくなったら行くのだと遅いです、これは。はい、これはね、自分は塾に勤める前はこれは思ってなかったです。基本的にできなくなったら行けばいいじゃん、できるようにしてくれるんでしょ塾がって思ってたんです。自分塾行ったことがないので、ECC ジュニアだけ行ったことあるんですけど、他がないんで、イメージとしてそう思ってたんですよ。でもそうじゃないんです。これはまずいなって、勉強していく中でハテナがいっぱい出てきたら、学校の授業がよくわからなくなってきたな、あれできなくなってきたな、これは一番は学生のみんなが体感します。絶対わかりますけれど、小学生のうちはそれがあまりわかりません。あれなんかちょっと難しくなってきたなぐらいになるんですけど、だから小学生の場合は保護者の方が見た方がいいです。やたら毎日の計算ドリルとかの宿題に時間がかかるようになったなとか、あれっていう風になったら、一回塾の体験授業に行った方がいいと思います。このハテナがいっぱい出てきた時、ここが塾に入るポイントです。一番は、本当はですよ、理想はですよ、もう丸の状態から入れてしまうのがいいです。これは塾に行くことを前提と考えた場合ですよ。別に自分は塾に行けとは思ってないので、自分も行ったことないんでね、さっきも言ったように別に強制的に行けとは思ってないです。はい、思ってないですけど、将来行かせたいと、いつか行かせたいと思っている場合は、一番はできている状態でも行かせた方がいい。これは行かせることによってハテナとか罰にならなくなります。てか、なりにくくなる。つまり医者で言うとこの病気にならないように行かせるんです。わからないような、その状態しないようにためにね。でもこれはもちろん、これの場合一番これが行かせる期間が短くなりますよね。ハテナの場合はちょっと長くなります。で、丸はもっと長くなります、行かせる期間が。で、長くなればなるほど費用がかかるので、その分ここがネックなんです、どうしても。
だからおそらくその家族のその所得の問題が出てくるので、そこはどうも言えないんで、自分は言えないですけど、一番はこれが理想でも、これができないなと、それはちょっと厳しいよ、何言ってんだと思う方は、その小学生だったらやたら宿題に時間が取れるとかかるようになったなと思った時、あ、まあ本人が分かんないって言った時でもいいんですけど、あとは中学生とかだったらもう自分が絶対分かるから、一番やべえって、これ学校の授業分かんねえってなってきたら、一回体験授業行った方がいいです。体験授業で、体験授業は絶対に受けてください。で、ほぼ無料です、体験授業。今だいたい4回1パック無料とかいろいろあるんですけど、塾によっては。で、これは無料でも受けます。その後営業かけられます、絶対に。入りませんかって、絶対かけられますけど、でも行った方がいいです。体験授業なしに周りの口コミだけで絶対に行っちゃダメです。これは口コミを信じちゃダメってわけじゃなくて、口コミだけで行っちゃダメなんです。なぜかっていうと、口コミ大事ですよ。あの先生がいいです、わかりやすいわよって、あ、そうなんだって、じゃあ行ってみようかしらっていう体験授業のきっかけにはいいんですけど、口コミだけでいい先生らしいわよ、あなたも入塾したらみたいな、体験授業なしにっていう、これはダメです。なぜなら、このじゃあ口コミをしてくれた A 君の、まあお母さんから聞いたとします。 A 君にとってこの先生は良くても、自分の子供、まあ、B さん B 君わかんないですけど、この方にとって先生が合うかどうかわからないです。それは受けてみないと。だから絶対体験授業します。で、さっき言ったように営業かけられます、それは当然ですね。こっちの塾も仕事です。はい、無料で4回授業しました。その後に入塾してもらえないとただ働きになります、その瞬間。だから体験授業した後に、大体、まあ大体もこの絶対じゃないんですけど、大体ができないところ言われます。できないところ、これは営業の仕方が、まあ、塾によってその先生によって様々です、いろいろ違うんですけど、できないところでやっぱりしょうがないですけど不安を煽ります。これは塾だけじゃないですね、商品買わせるときに使う手法なので、不安を煽る。で、そのできないところを放置しておくとこうなっちゃいますよみたいな、どん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 不安を煽ることができます。そうすると、あ、じゃあ入んないとまずいのかしらってなりますよね。で、うちに入塾すればこうなりますよっていうね、未来を見せてくれます。いい未来を。で、これは大体の先生がされるので、話を聞いてできないところ言われてもあまりこうカチンとせずに、あ、そうなんだって素直に聞いていただいたらいいと思います。こっちもプロなので、他、変なことは言わないと思います。ただあまりにも的外れなことを言った場合は、うんって思った方がいいんですけど、ただし自分がよく言うのは、できないところ、体験授業でですよ、できないところとできるところ、自分のお子さんのこれをセットできっちり話してくれる先生が自分はいい先生だと思ってます。どんな子供でも、どんな成績の子でも絶対両方あります、いいところ、悪いところ。これは勉強面だけじゃないです。例えばすごいシンプルなことですけど、授業を受けてて、もちろんね、勉強面でここがつまずきますね、でもこういうとこできてますよって話をしますよね。それプラス、なになにちゃん、娘さんはすごい書いてる時の姿勢がいいんですよって、姿勢がいいんで伸びますよって、これ実際あって書きますよね。ちょっとこれ机だと思ってください、ちょっとこっち向いてますけど、で、ノートあった時にこう書くじゃないですか。その時、この左手、ちゃんとノートのそばに添えてる人って伸びます。基本的によく。これ集中できてる証拠なんで。集中しやすいんですよ。こう置くと。で、そういうとこ褒めるとこもあるんですよ。ノートの書き方とかもそうですし、発言、目線とか。何でも褒めれるんで。それは、褒めて、褒め殺ししたいために褒めるんではなくって、本当に思うんですよ。そうやって。で、それが保護者の方に伝わるかどうかなんです、あとは。これが。で、そこで判断してもらえたらいいと思います。はい。なので、このできないところ、できるところを伝えてもらうために、それが保護者の方に伝わるかどうか、それは人間性のところだと思います。話し方とか。それを全部見るには体験授業しなきゃいけないんで、やっぱり。なので、必ずここはしてください。で、その最初の方に話が戻りますけど、行かせた方がいいのか、行かせない方がいいのか、それはわからないです。その子によります。はい。で、この状況になりますよね、きっちり。はい。ですけど、あと、いつ行かせた方がいいのかっていうのは、学年とかではなくって、このタイミングです。
遅くとも。で、ここになっちゃうと別にできなくなってからでもいいわよって思うかもしれないんですけど、今まで見てきた生徒になってるとできないところ一回罰つきますよね。特に数学とか英語とかそうなんですけど、中学生のあの辺はピラミッドの科目って言って下の基礎がなってないと上には乗らないんですよ。つまり早めにつまずくと土台がなくなってるんで上乗らないんですよね。ここの土台しかなかったらこっちは乗るわけないんですよ。昔の勉強分かってないのにこっちはできないんです。だから罰がどん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 増えていきます。加速して、で罰が増えた分だけ塾に行って今勉強していることと過去に勉強してできなかったところを振り返らなきゃいけないんで、結局1週間でいっぱい授業しなきゃいけないみたいな。で週1週2週3って増えていくから月謝がかかるんです。結局講習会の数も増えるみたいなってなってしまうので、もちろん計算したわけじゃないですけど、結局こっちから入れてた方がトータルしたらかかる費用は安く済むんではないかなと思う生徒もやっぱり見てきたので、まあこういうふうにね、こういうふうな考え方もあるんだよっていうのをぜひ覚えていてもらえたらと思います。ではいろいろね話してきましたが、まあ元塾講師、まあね自分塾の先生やってたんで、まあ思うことをこうやってね話させていただきました。まあ少しでもね参考になればと思います。では拙い話でた噛んでる拙い話でしたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。またこういうね機会もあるかもしれませんので、その時はぜひ見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。